ブロディブロディと呼んでますね。ブロディと言っています。お聞きください。ブルーザーブローゼ選手の冥福を祈り、10カウントの調子をいたします。会場のお客様、ご起立の上黙祷を捧げてくださいますようお願い申し上げます。ご協力ありがとうございました。全国のプレスファンの皆様、こんばんは。後楽園ホールです。今日はまず皆様にショッキングなニュースをお伝えしなければなりません。プエルトリコに遠征中のブルーザーブロディ選手、42歳が17日不慮の死を遂げました。で、今後楽園ホールでは10カウントの儀式が終わったところです。まあ、ブロディ選手といいますと、インターナショナルヘビー級選手権、あるいはハンセンとのコンビで PWF タッグ選手権を取るなど、まさに世界の頂点を極めたレスラーでありました。それではここで皆様と共にアリッシュのブロディ選手の勇姿を振り返ってみたいと思います。さあ、昭和63年春、日本の MSG マジソンスクエアガーデン日本武道館大一番を迎えております。全日本プロレス復帰を果たしましたブロディ、今紙吹雪の中を花道をやってまいります。あの復活を果たしたブロディが再びここ日本武道館で大一番に臨みます。ゴムの星が残っています。決着戦です。プロレス界のタイソン、54年初来日、常に外人エース技に訓練してきました。プロディにジャンプの空振り、あーナイフボディアタック、あーナイフボディアタック、過去の対決でもこれを出してまいります。ブルーザーブロディ、またこれ出してまいりました。大一番、いやー驚きました。あのアバランシュ気味に打ってくるのは、あの山田さん、怖いですね。そうですね、まだまだね、疲れてるようにメイクの余力がありますね。そうですね、今度はパイルドライバー、これでもかというように打っていきます。パイルドライバー、さあカバーの体勢、もう一個ダーッと入らない。カウント2です。ブロディのダメージはどうでしょうか。そして鶴田の爪はどうでしょうか。さあ馬場選手、師匠馬場選手は鶴田の戦いをジェーと見ています。トップラップから急降下、バックドラップ、あのタイガーマスクの方向かバックドラップ、カウントダメだ。カウント2だ、バックドラップ、カウント2。さあこの後が自らロープに飛んだ、おっとそのままフライングボディスタンス、ドロップはロープにどうやら物を打ったような。さあ今度はブロディが前を上がっている、あーキックトング2、ドロップ危ない、カウント3、ブルーザーブロディの勝ち、ニューチャンピオン誕生、第17代インターナショナルヘビー級チャンピオン誕生、しかもピンポール勝ち、ジャンボ鶴田6回目の防衛に失敗。紙吹雪の中、長身が泣いています。10分7秒耐え固め、圧倒的なブロディコール、キングコングシャウト、勝利の雄たけび、ブロディが叫んでいます。全身で喜びを表しています。山田さん、こんなブロディ見たの私初めてです。そうですね、山田さんもおっしゃってるように、はい、今日の試合以下ではね、いろんなタイトルマッチも出てくるということですから、はい、さあこれがブルーザーブロディです。ブルーザーブロディです。抱き合っています、ブルーザーブロディ。
本当に多くのファンに愛されたブロディ選手でした。まあ、誰よりもプロレスを愛し、そしてプロに徹したブロディ選手に報いるためにも、我々はこの悲しみを乗り越えなければならないと思います。ブロディ選手の冥福を心からお祈りいたします。それでは後楽園大会、チャンピオン川田冬樹に、中野チームが挑むアジアタッグ選手権試合、それからメインイベント、鶴田八津対ゴディシーカルの試合を中心にお送りします。どうぞ。さあ中野が逆襲、目まぐるしく攻防が変わる。あーっと膝を落とした、膝を倒しましたね。膝です、膝が埋まっています。ストバックになってますね。あーよく見ていました、ストバックブロックの形になっていました。中野膝を立てました。冬木悶絶、冬木悶絶。しかし深追いはすると、そちらはフットロースのコーナーだ。さあさあ、熱い戦いになってまいりました。ボディースラム、ボディースラム。あシュミット・リューのバックブリカーだ。さあもう完全に腰に照準を合わせた。カウント2で跳ね返した冬木。さあちょっと冬木苦しいか。萩大会でしたか、高松大会でしたか、冬木脇腹痛みましたからね。そこがまた、はい、故障するとちょっと危ない展開になってますね。そうなんですね。さあ高野のすごいキック、これは妥協なき襲撃だ。右左打ち分けていく重いキックだ。鈍い音がしている。冬木の腰は完全に落ちている。しかし竹内さん、クリーンですね、戦いは。クリーンですね。さあラリアット、高野豪快。こういうプロレスが好きな高野、これが瞬時のド迫力、驚いた。そしてコブラツイスト。竹内さん、高野はあの修行時代ですね、はい、あの忍者のブームを起こした全米の修行時代、ヒューマンデストロイヤー、こういう、つまり人間を壊すと、いいですね、ニューニックネームだったもそうですよ。あの今のですね、やっぱりこのバズカナリアとか、まさにそういう感じしますよね。川田がカットに入りました。川田もこれまた強烈なキック。さあ高野は中野にタッチ、こちらはクイックタッチであります。こちらはクイックタッチ。さあ中野が出てまいりました。中野真一、あの鶴田を本気に出したドロップキックが、いや違う、アバランスホールド、パワースラムを抑え込んだ。監督もう高橋さん、シャニムに丸込もうという、ともかく力で抑えつけようとしますよね。すごいカバーであります。中野真一、後楽園ホールのお客様興奮してまいりました。足を踏み鳴ります、鳴らします。手拍子を合わせます。シュミット・リューのバックブリーカー、冬木の腰だいぶ心配ですね。竹内さんね、相当ダメージが残ってんじゃないですかね。これもいい攻撃ですね。またやっぱり腰と首ですからね。アメルクラッチ、この辺は決起軍。この辺りの攻めは関節技得意の中野真一、よくこれているか。さあ1回目ダメなら2回だ、キックだ、キックだ。さあおっと連発して打っていきました。10分が経過、竹内さん、あっという間の10分だ。驚きましたね。見応えのある10分ですね。そうですね。それからこういった2人の、2チームの戦いは、決起軍の最年少の小川、あるいは全日本若手サンバガラス。おっとエルボー落とした。菊池、小橋、北原らも注目しています。竹内さん、彼らが引っ張っていかなきゃいけないんですよ。当然そういうことですね。さあ、もう飛びますかね。飛びますか、高野、ロープの反動を。あっと100センチが飛ぶのか。いやびっくりしました。ちょっとこれはね、いやしかし飛ぶというこのポーズだけでも相手に心理に与える影響は大きいですよね。おそらく立ってたら飛んだんじゃないですかね。あそうですか。しかし仕方なくその辺は中野がフォローに入りまして、鉄柵攻撃であります。川田が今心配そうに先輩の冬木のもとに歩み寄りました。冬木の腰は大丈夫でしょうか。ダメージがちょっと心配であります。さあここまでちょっと先輩の分析ですね。はい、あそうですか。高野中野はプロレス以来の親友です。鎌田冬樹は先輩後輩です。高野中野は決起軍を結成以来日が浅いんです。これまで高野中野は4回しかコンビを組んだことがありません。フットルースは1年経ちました。この辺のコンビネーションですが逆ですね。竹内さん、今のところ逆に出てます ね。決起軍は完全にやっぱチームプレーとしてはいいですよね。さあ今ちょっと高野もエキサイトしましたが、キック攻撃、これはロープ際ちょっと反則であります。それから中堅の田淵石川選手が心配していました。その技の組み立て、流れが欲しいというのを決起軍にもフットルースにも注文を出していたんですが、これは天竜選手もフットルースに出しています。ブレンバスター高野、その辺はどうですか。技の流れ、そういうところはやっぱりここに流れはいいと思いますね。いいでしょ、いいですよね。流れは申し分ないですね。本当ですよね。さあそれだけこの試合にかけるものがあるんだと思います。高野選手は言っていました。この試合をブルーザーブロディに捧げたい、このように言っていました。さあアルゼンチンバックブリーカー、アルゼンチンバックブリーカー、これは新兵器。驚いた。うわーっと中野、これは驚いた。中野真一、アルゼンチンバックブリーカー、担ぎ技、怪力技、すごいぞ。おお、ゴーシンじゃない、合体攻撃、すごい。決起軍本邦初公開、アルゼンチンバックブリーカーとダブルナイルボー、
たまらせました。高橋さん、ちょっと解説を。今のは素晴らしいですね。やっぱり結局のですね、ちょっと連携プレーの部分でですね、ちょっと不安があったんですけどもね、はい、今の連携見る限りにおいては全く不安はないですね。あ、そうですか。さあさあさあ突っ込む。あ、雰囲気が壊れる。かわした。雰囲気が一瞬壊れると思いましたが、かわした。川原が突っ込む。川原ありがとう。今日2回目、雰囲気ありがとう。ダメだ。鷹のキック、ソマットがいった。トランスキックがいった。おかしい。プレンバスター、読みません。高野かわしたのはジャーマンだ。河原、危ない危ない。アウトくん返しました。こういうプロレスが好きです。押し倒し。高野、今の表情見ましたか。自信満々ですね、さあ高野が丸め込んだ、丸め込んだ、丸め込んだ。今度は河原が返した。チャンピオンチーム防衛か、防衛か。カウントくん、カウントくんの攻防、もうアッペターでありません。また入りましたよ。さあ今度はどうだ。手をついた。カウントくん、カウントくん、ジャックナイフですね。さあジャックナイフ、ジャックナイフ。今度は流れが取った。また崩れた、また崩れた、また崩れました。ハラハラドキドキ、すごい試合になりました。さあ落ち着く暇がありません。あーっと今度は川田が押し倒し。さあ飛び出る風紀の顔が泣いている、風紀の顔が泣いている。さあ若さだよ。山ちゃんいった。高野が今度はデッドリードライブ。技の読み合いですね、高橋さん。そうですね、さあこれが初顔合わせの戦い模様なんでしょうか。今度は雰囲気を返した、今度は雰囲気を返した。カウントくん、めげない、めげない。さあ今度は中野だ、中野だ。ボディスラムだ。タッチをした。さあ高野がトップロープ、トップロープ。できる。キラーカウンを思わせるようなニュードラップ。いや、ブロディですよね。ブロディ、思い出す。ブロディのキングコング2度のプレスが高野で蘇りました。高橋さん、高野は言っていました。フィッシャーマン、フィッシャーマン。中野、中野、中野、中野。カウント2。高野あれだ。川田を、あっと、しかし川田が高野を場外に追いやりました。さあどうなるのか、どうなるのか。中野がノーサンライトですね。ノーサンライト、ノーサンライト、ノーサンライト。カウント2。これでも高橋さん決まらないんですか。場外でかわしました。さあさあ高野はトップロップを。ここでバズーカじゃないですか。バズーカですね。さあさあブロディが乗り移った。さあそのまま丸め込んだ。スモールパッケージ、ちょっとレフリーが和田恭平、和田恭平。カウント、カウント、カウント2。ちょっと間が空きましたよね。しかし和田恭平の、和田恭平のこれはもう懸命のレフリングになります。懸命のレフリング。何しろ試合がもう大変な状況になってきました。あーっとハイキック、これもブロディを見るようだ。さあそのまま抑え込んだ。カバーまでブロディ似てきましたよ。似てますね。高野は言ったんですよ。もうねブロディ選手がつけていたこのなんていうんですか、足当て、すね当て、はい、あーっと、あーっとジャーマンだ。高野のジャーマン今日は大活躍。監督崩れた。あれをつけたいんだと。やっていいんじゃないですかね。いいんじゃないですかね。いいと思いますね。高野のこのチームだったら絶対似合いますね。さあもう一回狙っている。和製ブロディ、しかし丸め込んだ。王者チーム丸め込んだ。カウント3、ストルース。カウント3。最後で出たストルースの大きい返し技。めげない、猛烈、たまらない。ストルース2回目の防衛に成功。決起軍ダッシュなりませんでした。高橋さんいかがでした。お願いします。最後の逆転技でフットロースがベルトを守ったわけですけどね、これはやっぱり勝ち負けじゃなく今日の4人の試合内容を高く評価してあげたいですね。そうですね。こうなんて言うんでしょうか、勝った方も負けた方も納得できる試合ということが言えますね。素晴らしい試合でしたね。まあ高橋さん、こういう試合をすればフットロースもキックも人気実力ともにどんどん上がってくるんじゃないですか。これはどちらも評価が上がると思いますね。これからもっともっと、やって、もらいたいと思います。それから竹内さん、決起軍というのは後楽園でこそ決起軍って声がかかりますが、地方へ出ればまだまだです。フットレスもこれは同じことが言えるんですよね。そういうことですね。天竜革命が1年かけてやってきた、彼らがこの後もできるかどうかですよね。その茨の道をやっぱり一歩一歩突き進んでいくことですね。そうですね。15分45秒、最後は、この決起軍を川田裕樹が一瞬の返し技、15分45秒を攻めまして防衛に成功しました。裕樹ちょっと腰を痛めましたか。やっぱりこの裕樹の今ベルトを持った人腰砕けになった、このダメージがですね今日の試合のやっぱりハードさを物語ってますよね。控
控室でまだあの腰の痛みは治ってないんですよと言いながら、やっぱり試合ではもう痛みは気にならなかった、終わったと言ってたのかもしれません。クッタルース勝ち時を上げます。2回目の防衛に成功しました。さて超満員の後楽園大会、スタン・ハンセンの登場、ハンセンのシングルマッチの相手はファンの皆様誰だと思いでしょうか。決起軍高木勲が抜擢されました。もちろん初対決、さあスタン・ハンセンがやってくる。何分でもいい、何秒でもいい、少しでも長くファイトしたい、そして1回はハンセンを投げたいと高木は言っています。さあスタン・ハンセン、若い高木を相手にハンセンが何分何秒の勝負をするか。マツーガフォー高野俊二との対決はわずか3分54秒の勝負でした。さあハンセン、お伝えの通りあの無敵コンビ、史上最高コンビ、昇竜コンビ、パートナーブルーザーブロディの突然の死に返す言葉もないスタン・ハンセンであります。高木勲が今紹介されました。初対決、ハンセンと戦うところまで力をつけてまいりました。さあハンセン、お知らせの通りブルーザーブロディの不良の死、返す言葉もないハンセンの現在の気持ちであります。どのような気持ちの整理をしたんでしょうか。こういった時のレスラーの気持ちを思いますと我々も放送先言葉がありません。30分の1本勝負、スタン・ハンセン対高木勲だ。さあブロディの不良の死、ハンセンとブロディ、この両者ほど日本のプロレスファンに衝撃を与えた選手はいません。全日本マット最初の出会いは56年の12月の13日世界最強タッグにブロディスヌーカー組優勝、この優勝の大一番ハンセンが乱入、ブロディハンセン組が誕生したんです。今週の解説は竹内康介さんです。思い出を語りながら一つ、ブロディの思い出を語りながら一つこの勝負見ていきたいと思いますが、高木勲が実力をつけてハンセンと勝負にまでこぎつけた、そういう一戦ですよね竹内さん。そうですね、それだけにですね、今日は高木は男の見せ所ですよね。そうですね。さあハンセンの猛攻、まず高木をリングの外に放り投げました。ブロディとの友情関係でありますが、58年の4月の28日世界最強リマッチでハンセンブロディ、長寿コンビ馬場鶴田組を下して優勝。59年の4月の25日 PWF 世界タッグ決定リーグ戦でこの長寿コンビ馬場ドリーファンクジュニア組を下して初代のチャンピオン、そのまま覆いかぶさる、まだ負けてはダメだ高木、もう少し食らいついてほしい。この56年から59年の3年間ハンセンブロディの存在も本当に竹内さん光り輝きましたね。素晴らしいチームでしたね。そしてこれからでもですね、このチームまさにナンバーワンのチームだったと思うんですよね。はい、文字通り日本列島を席巻したのであります。ブルーザーブロディの不良の死を聞いた時に大粒の涙を流して悲しんだこのスタン・ハンセンであります。本当に悲しい事件でしたね。事件でしたね。特にですね、やっぱこの事件で一番やっぱり悲しかったのはこのハンセンでしょうね。そうでしょうね。ということになりますと、このシリーズ世界最強タッグ王座選手権の今後の流れが本当に気になるところでありますが、7月29日の高崎大会のハンセンブロディ組対、いやハンセンボディ組対鶴田厚組、ハンセン組の挑戦というのはまさにブロディの侍合戦の様相を呈してまいりました。予告ラリアット、もうラリアットですかね。まだ沈むな高木、沈むな高木、一発でも打て、いったー、トラップキック高木が一つ返しました。高木が一つ返していきました。黄金のラリアット封じであります高木、ドロップキックが一発当たりました。頑張っています高木。この高松大会ではあの天竜に顔面大流血、しかしまあ気力で立ち上がりましたね。頑張りましたよね。あの高木よく頑張りましたね。はい、まあ、結局は力尽きたわけですけれども素晴らしい根性を見せました。その高木であります、この決起軍の先鋒役の高木でありますが、天竜が言っています。誰が決起軍、誰が最初に脱落するか、これは見ものだよとこのように語りましたが、これはこの決起軍のタイガー高木、そして高野、中野、それから田上らへの、まあ、激励の言葉と、こういうふうに受け止めていいんではないかと思います。さあスタン・ハンセンと高木勲であります。勝負は10分まではもつれ込みたいとこのように高木が言っているんですが、さあスタン・ハンセンが動き出したぞ、怖いぞ、エルボーだ、エルボー落としてまいりました、ハンセンのエルボーだ。この気持ちの整理がおそらくブルーザーブロディの死で、整理がついていないと思いますが、複雑な心境の中での今夜の後楽園大会の対決、ナイーブな気持ちを持っているスタン・ハンセンですからね、強いだけではないんです、優しい心を持っているスタン・ハンセンであります。さあ高木がもう1回攻撃に出るか、タックルだ、
相撲タックルだ、若い高木力をつけてきたと、高木理想の相撲タックル、そしてパンチを2度打ちました、パンチを2度打ったぞ、ちょっとスタンハンセン大きく青い一息の状態になってきたか、チャンスが出てきた、高木にもチャンスが出てきた、後楽園ホールがシーンと静まり返ったぞ、高木だ、あ逆回転のスピンキック一発当たった、もう練習してきたものを全て出しているというような、そういうような感じの高木対スタンハンセンであります。ここまで奮闘してると思いませんか、よく頑張ってますね、もう一回スモータックル、しかしエルボーの逆襲、スタンハンセンエルボーの逆襲、そして毒針戦法、そのまま覆いかぶせるか、自分の全体重を預けた高木、気力で関東2で跳ね返した、もう一回予告ウエスタンラリアット餌食になるな、なんとか冷静にかいくぐれ、かいくぐれ、受けちゃいけない、受けた、ウエスタンラリアットが火を吹きました、これでおそらくフィニッシュでしょう、もう言葉がありません、決起軍の高野真嗣は3分54秒の勝負でやはりこの黄金のウエスタンラリアットの餌食にされました、ブロディブロディと言ってますね、ブロディと言っています、お聞きください、放送席の竹内さん、僕たちもちょっと涙声になりますね、男の友情ですね、いやまさにフォーエバーブロザーブロディ、俺の心の中でいつまでも生きているぞと、このようにスタンハンセンは語ったようであります、長寿コンビは永遠ですよね、竹内さんね、まさに永遠ですね、そうですね、さあ夏の戦いサマーアクションシリーズは再び東京対決、プロレスのメッカ超満員後楽園ホールに帰ってきました、輪島石川日大コンビの揃い踏み、天竜同盟との気合の入った戦い模様になるでありましょう、輪島好調です、石川絶好調です、もちろん狙いは天竜、全日本のサバイバル戦争に生き残るためには前向きな覇気ある戦い、前向きな覇気ある戦いが絶対に必要になってまいりました、さあ日大コンビ、特に輪島に夏の強烈な太陽がさんさんと降り注ぐように祈りたいと思います、輪島プロレスは自分で編み出せ、輪島広志石川日大コンビ堂々登場、さあ龍源砲だ、天竜の最大のパートナーアシュラハラが後楽園ホールにまた戻ってまいりました、去る5日オバマ大会でハンセンの報告を受けてロープと鉄柱をつなぐ鍵状の鉄で流血いたしました、13針縫うという重傷を負って全治3週間、まだ頭がグラグラする、右目がやや霞んでしまうと言いながらも不死身の腹が返ってきたのです、そのレスラー魂、あー痛々しい、我々はまずこのアシュラハラのこの痛々しい表情を見てゾクッときましたけれども、元気に顔を見せてくれました、レスラーは、まあ、体が命です、一つ無理をしないように放送席から祈りたいと思います、さあ龍源砲対輪島広志石川隆の対決、45分の一本勝負のセミファイナル、試合に先立ちまして日本テレビ並びに番組のスポンサーから豪華な花束贈呈、まず帰ってきたぞ、頑張れ根性で頑張れ、アシュラハラ原よ、よく帰ってきた、共に頑張るのだ、天竜です、石川です、卓越したテクニック、円熟石川隆、天竜にぶちかまし、俺は横綱だ、輪島広志であります、全日本プロレスのマット上、さあリング上だ、そのスタンハンセンを相手にする長野決戦、まもなく本番であります、さあ天竜、おっと頭から落とされた、そして回転エビ固め、石川がチャンスをつかむか、必死で返す、おっとアシュラハラの膝が待っておりました、場外戦待ってましたとばかりアシュラハラが動き出した、アシュラハラが動き出した、本部席に強打、脳天を強打、天竜はリングの上満を持しています、アシュラハラが暴れまくるぞ、いいのか大丈夫か、まだドクターストップが勝っているぞ、根性の男、プロレスの申し子、アシュラハラであります、本当によく頑張ります、本当によく頑張ります、さあアシュラハラリングの中での勝負をあえてしません、天竜一人舞台場外で満を持して、さあ攻め込んでいきました、ゴングで殴りつけましたね、そしてまたヘッドバットです、ああまた出血だ、アシュラハラ石川の体が割れてるんですね、しましたね、いやしかし出血を構わずこの根性、これが本当のプロレスラーだ、青い鉄柱攻撃、輪島の額を割りに行きました、とうとうパックリ切れました、アシュラハラの額
あの13針縫ったところとはちょっと違うようですね。反対側のような感じがいたしますが、しかしこれ、あ、返り血ですね。石川選手の返り血ですね。石川隆の返り血を浴びたこの流血でございました。さあ石川が足体を切られました。後楽園大会まさに夏の陣、熱い熱いホットな戦いぶりであります。容赦しません。天竜の底知れぬスタミナ、もう一人で勝負を見せています。さあ反対に2人でかかっている石川と、石川の方がちょっと疲れた感じですね。こんな感じしますね。場外流血は2対1なんですけどもね、はい、場外流血はアシュラハラの、あ、これタッチですね。さあアシュラハラが来たぞ、アシュラハラが来たぞ。さあアシュラハラのこの根性に我々はまず拍手を送りたいと思います。ドクターストップがかかったままのリング、後楽園ホールのお客さんに応えています。後楽園ホールはプロレスのメッカ、プロレスのメッカ、大ファンにアシュラハラがいい勝負を見せています。ファンのために今日は出てまいりました。さあパイルドライバーだ、ツームストンの形になりました。アシュラハラの動きちょっと注目してまいりましょう。やはり13針縫うという重傷を負っただけに、竹内さん、ほったらこと言いますとまだまだ練習不十分なんですよね。でもやっぱり試合のできる状態ではないですね。ああ、またヘッドバットに行きました。いやー、13針縫った、左の目の右側ですけれども、これパックリ開かなきゃいいんですけども、あのヘッドバットというのは打つ方も相当衝撃があるんでしょう。大変ありますよね。平気な顔をしています、平気な顔をしています。ダンプ街アシラハラ。さあ場外石川隆が真っ放ち、輪島のフォローは、輪島のフォローはどうか。さあ天竜がまた思い切ってちょっとフォローが遅れてますね。パックリ割れた額に狂気椅子攻撃、天竜であります。天竜また容赦のない妥協のない攻めを見せてまいりました。さあ石川を可愛がっている、石川を可愛がっている輪島が今やっとフォローに出ていった。輪島が行った、遅いんですよ、小走りに走っていくが、あそこは大股で、大股で飛び込んでほしいですね。輪島間に合いません。顔面を切られているのはパートナーの石川だ。相撲界では先輩だ、相撲、いや、レスリング界では先輩だ。石川が真っ放ち、輪島まだ行かない。また天竜の洗礼、またヘッドバット正面、サンドイッチ状態になってしまいました。石川どこまで奮闘できるか、奮闘できるか。もう一回エルボー、さあ眉間の当たり狙い撃ち。さあ今度は輪島だ、どうして輪島入ってこないんだ。天竜はこう言ってますね。そういう感じですね、はい、こう言ってます。さあ輪島また引っ込んでしまいました、輪島また引っ込んでしまいました。さあ戦意喪失、戦意喪失、石川もうただ立っているだけだ、ただ立っているだけだ。ここは輪島が割って入るべきでしょう。それがタッグマッチ、タッグマッチなんです。輪島入りません、輪島まだ入りません。リング上石川倒れています。今タッグロープを目いっぱい伸ばしました。さあこの辺り輪島のつなぎはどうですか、竹内さん、どういう風に判断しますか。やっぱり、ね、あの反則カウントは5秒以内は許されているんですかね、その間に飛び込んでやっぱりフォローすべきですね、はい、パートナーの力を信じてるんですかね。石川の動きが完全に粘っています。これじゃタッグマッチになりません、タッグマッチになりません。さあ天竜また容赦なく攻め込んでいきます。この根性と土迫力で再びスタンハンセンの挑戦を受ける、長野大会 UNPWF ダブル選手権試合でありますが、これが非常に楽しみになってきましたけれども、天竜から今度はアシュラハラへのつなぎであります。アシュラハラが出てまいりますと、我々もこの大丈夫かなという、わあ、ヒットマンラリアット、威力ありますね。いい当たりですね。さすがレスラーですね。全治3週間、全治3週間の13針の、重傷、まだ2週間しか経ってないんです。あ、背中に拳を合わせました。さあニタッと笑った、ニタッと笑ったアシュラハラ、まさにアシュラのごとく戦います。再び天竜へのつなぎ、そろそろダブルの攻撃に行くのか。あとキック、キックで打ちまくる天竜であります。もう一回抱き起こして、さあさあ超満員の後楽園ホール、あー、ニーパット、すごいニーリフト。ここで輪島、あーあーっと、はい、黄金の左、黄金の左、腰が入ってない、腰が入ってない。さあ行ったぞ、さあ行ったぞ、張り手だ、張り手だ。もう一回、もう一回天竜にガンガン膝を打ちまくる。カウンターだ、スモータックル、いった、ペースだ、輪島ペースだ。さあ1回行ったか、輪島、さあ1回行った、行った、行った、もう1回倒したぞ。そのまま追いかぶせるか、また早い、また早い。これでは天竜はへこたれません。川津落としは構想しておりますが、ここから先の攻撃ですよね。ゴールデンアームボンバーだろうか、ゴールデン、
ギロチンネットブリーカードロップ決まったが体勢はどうか、正面に足の腹、形にはなっている、形にはなっているが威力がありません。そして石川隆に渡してしまいます。石川に渡してはならないでしょう。石川あれだけダメージを受けてるんですからね。ここはやっぱりつなげてはなかったですね、さあ今度は石川、また根性で炎の扇風機、ジャックナイフスタイルのエビ固め、カウント2まで入った。まあまた額からドロ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 真っ赤な血が流れてまいりました。石川、うわー、相撲タックル、そして足を取ってのエビ固め、固めたがダメだ。勝負は20分が経過してまいりました。龍源鵬久々の揃い踏み、熱くなっています。超満員の後楽園ホールのお客様、熱くなっています。もう一回相撲ラリアット担ぎ上げたぞ。そしてサソリ固めでいったが、正面からラリアットヒットマンが出てまいりました。しかしスッと立ち上がるんです。ここが石川のど根性ファイトだ。さあもう一回石川コーナーに振る、天竜を振る、もう一回相撲ラリアット失敗。さあ正面から今度は落として、おっと足を取ってる首固めカウントする。最後は天竜が見事な返し技、天竜足の穴が輪島博史石川隆史組を一周いたしましたが、それにしても凄まじい20分以上の死闘でございました。さあまず一人一人チェックしてまいりたいと思いますが、竹内さん、輪島どうでした？そうですね、やっぱりそこそこ後半頑張った部分もあったんですけどもね、やっぱりフォローの悪さとですね、やっぱり爪の甘さがありましたね。根性で戦い抜いた石川どうでした？まあ最後までよく頑張ったんですけど、最後はですねやっぱり結局その中盤の一つのスタミナロスが響いて、やっぱりスタミナ切れですね。龍源鵬の負傷を言えたと言ってもまだ十分ではありません。足の腹どうでした？足の腹体調ベストではなかったんですけどもね、あそこまでやれれば十分ですね。最後に天竜、いよいよ長野決戦、スタンハンセンの UNPWF ダブルタイトルの挑戦を受けますが、今日の出来から見て天竜はやっぱりさすが天竜という感じですね。そうでしたね。20分41秒の大死闘、ご覧ください。超満員の後楽園ホール、お客様も熱く燃えました。石川へのコール、負けた石川にこれだけのコールが起こるんです。石川も気分を直して控え室に戻ることでありましょう。天竜芦原組20分41秒、輪島博史石川隆史組を打ち破りました。プロレスは面白さのダイヤモンドハリケーン、パラダイス銀河であります。さあ心の解放を受けて冷たいビールを片手にじっくりとご覧ください。おつまみはもちろん枝豆。さあ後楽園ホールはメインイベント、世界タッグチャンピオン鶴田康オリンピックコンビの入場。先週放送の高松大会ハンセンボディ組とまさに死闘展開、互いに痛み明けノーコンテストという戦い模様。決着は高崎大会函館大会に持ち越されました。世界タッグのベルダは果たして青函トンネルを無事渡れるかどうか。八つ、そして鶴田、メインステージへ駆け上りました。そして東京後楽園発、熱々のプロレスを召し上がれ、切れ物飼育あり人間魚雷テリーゴディの入場であります。今鶴田八つに豪華な花束が贈られました。改めましてゴディ、そして飼育ありの入場、とにかくゴディが調子いいんです。その実力はハンセン2世、いやすでにハンセンを超えたという人もいるぐらいです。さあテリーゴディの入場、ぬーっとやってくるでしょう。195センチ、140キロあります。待ち受けるのは鶴田康、あの先週放送の高松大会のまたあの再現を見せてくれるか。テリーゴディやってまいりました。体もでかいが顔もでかい、息詰まるような肉体、まさに大きな別世界。この人がリングに上がるとご覧のように酸素が足りなくなってしまいそうであります。叩く前から胸騒ぎ、僕にご期待ください。あーっとゴディがまずいった、鶴田に行った、八つに行った、やはりゴディだ、やはりゴディが張本人、飼育ありも頑張っている鶴田を捉えた。そして今テリーゴディに渡した、終戦法であります。今ゴングが鳴ったメインイベント60分の一本勝負。さあ太っ腹テリーゴディ、ドロップキック任せなさいテリーゴディ。竹内さん驚きましたね。ジャンボは深くを取りましたね。そうでしたね。さあ早くもゴディコールだ。さあゴディ突っ込んだ、魚雷ラリアット、惜しげもなく技をどんどん出していきますテリーゴディ。先週放送の高松大会第1ラウンドノーコンテスト王座キープするも防衛回数には入らずという最低でした。竹内さん、第1ラウンド取れませんでした五輪コンビですが、この戦局どう見ますか？
そうですね、やっぱり五輪コンビにとってはですね、初防衛戦ですからね、なんとかしてでもやっぱすっきり防衛したかったところでしょうけどね、ちょっとやっぱりブレーキがかかった感じしますね。そうですね、確かに竹内さん、この鶴田康の言うように3連戦はきついというのは分かりますかね。それもですね、ハンセン 5D 組との3連戦ですからね、これは文句なくきついですね。そうですね、3回同じ戦法は通じない、総力戦だと鶴田康は話しておりました。しかしジャイアント馬場選手は言います、これもチャンピオンの試練だ。天竜選手が言います、後半戦の柱となれ、今度はオリンピックコンビが引っ張る番だ、このように言っています。竹内さん、馬場選手のコメント、それから天竜選手のコメント、まさにそうあってほしいですね。もうその人とのプレッシャーがですね、五輪コンビには完全にかかってますね。ああそうですか。さあシークアリが出てまいりました。海戦山戦の選手テリーゴディがこのシークアリをうまく今日はコントロールしています。八つが出番がありません。鶴田が捕まりました。ゴディのキック、人間魚雷キックだ。さあテリーゴディ力に任せてボディスラム、ヘッドリードライブに近いボディスラムであります。テリーゴディ距離を取った、飛んだ、エルボー、スパイ、鶴田チャンス、これタッチ、八つが飛び出した、八つが飛び出しました、八つが飛び出しました。さあ対角線ゴディを振る、飛び込んだ、エルボー、八つに動きが出てまいりました。テリーゴディ本当に140キロ動かすだけでも精一杯、あっとかわされました。竹内さん、このペースをつかむと主導権が、あっとフロントレックチャンスリーテリーゴディになります。本当に主導権を一度渡しちゃうと、もうこのハンセンゴディというチームはなかなか取り戻すことができないチームというのが分かりましたね。選手の層で全くその隙が出てこないんですよね。まあ、しかしこのですよ、ノーコンテストという裁定を考えますと、波に乗せると3立ての力を持っているチームということが言えますよね。そういうことですね。良しとすべきじゃないですか。それはですね、その数やっぱり慎重に戦っていかないとですね、とんでもない結果になりそうな気がしますね。あ、そうですか。まあ、ちょっと今序盤戦の動きですが、ゴディの調子今日はどう見ました？今日も動きはいいですね。いいですか。そうですか。とにかく何をしてくるかわからないのがこのテリーゴディ、迂闊に染め込みません。そのテリーゴディから、シークアリに受け継がれました。さあ相手がやつであります。竹内さん、この成績を見ますとオリンピックコンビの3試合やって2敗1ノーコンテスト、そのうちこのやつが昨年度、あーっとータックルだ、140キロのタックやつに打っていきました。やつがリングアウト負け、そして今年の2月ゴディにやつがフォール負け、まあ、3月にシングルマッチでやつはゴディにピンホールで接触しているんですが、このタッグマッチにおいてはヤツに頑張ってもらいたいと思うんですが、ね、そういうことですね。ヤツがやっぱ完全に鍵を握ってますね。そうですね、ヤツ避けた。さあそしてあっと、あ、バックドロップいきません。重いんですよね。今回り込もうとしましたね。ゴディは重いですね。重いですね。動きませんでしたね。さあそのまますくい投げ打てません。そのまま体を浴びせて持ってくる形になりました。さあ鶴田とのタッチです。ダブルの連携が見られるか。あのロードウォーリアーズに新連携を見せたが、今日は何でいく。おっとおっと、今のは連携になりませんね。連携になってませんね。きれい乱れました。これはどうしたことか。さあ気を取り直して、さああと失敗は教師だ。もう一回いけ、割り切れずいけ、そうだ、ジャンピングダブル2であります。そのまま鶴田がカバーだ。鶴田がカバーであります。さて鶴田なんですけれども、あと音音音、この連携もまずかったですね。そしてあーエンズいきません、ボディの魚雷ラレットを取ってしまいました。どうしたんでしょう。ちょっとやっぱり連携乱れてますね。そうですか。なんかまだその高松のですね、悪い後遺症を引きずってる感じしますね。でもね、高松ではあのロープ最上段からヤツがあのコブラを仕掛けていて、このヤツの剣闘が光りました、はい、ロープ最上段から鶴田が何回も飛び降りてね、チョップ打ったじゃないですか。そうですね、連携は良かったはずですよ。でもその後ですね、やっぱり外のノーコンテストになって外の初防衛を果たせなかったというですね、精神的な部分がですね、やっぱりここ来たなんか悪い方に作用しているような気がしますね。メンタルなスポーツですね。今日はちょっと連携が乱れています。さあベテランのシークアリ、鶴田張りのエルボー、おしかしキックで突進を止めた鶴田。さあシークアリも八つのコーナーに持ってまいりました。竹内さんね、鶴田も、この前の高松の試合でバックドロップもジャンボラリアットも、あそうだ、それから八つも、大技出してないんですよね。大技出てませんでしたね。あれはどうですか。まあ、あれはですね、ちょっと出すチャンスがなかったというか、前半あまりにもやっぱりハンセンゴディ君に攻め込まれましたからね。あ、前半はもうね攻め込まれてましたものね。後半やっとこのペースを取り戻した鶴田やつでありましたが、まあ、形の上では大技温存という形になりました。これが第2ラウンド、第3ラウンド函館決戦までどういう風な展開を見せていくんでありましょうか。さあ鶴田が出ました。さあしかし
しね、この今飼育されてますが、このハンセンゴディというチーム、この鶴田にですね、はい、最後にハンセンがラリアットを打ちましたね。最後の記録を振り絞った、はい、今までとハンセンゴディチームは違うなっていう感じがするんですがね。特にですね、やっぱりハンセンもそうですけど、やっぱりゴディの良さがですね、ここに来てがぜん光ってきましたよね。あ、そうですか。とにかく迂闊に攻め込めない、それからヘビ級の体が、その竹内さん何回もお話ですが、これがかなり後になって応えるそうですね。そうですね、だん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 一つのですね、やっぱりダメージにつながってくるわけですよね、はい、そうですね。このタックル出してもそうですね、やっぱりジャンボはこれでかなりダメージを負ってるわけですよね、逆に。なるほど。天竜選手は言っていました、ハンセンゴディチーム、ゴディが、ハンセンが操って、最後にハンセンがバシッと決めてくるのが怖い、このように言っていました。さて竹内さん、そのハンセンなんですが、今日、この高木選手にラリアットで勝った、あの動き、コブラでの腰の痛み、それのダメージ、どう見てますか。今のハンセンに後遺症は残ってないと見ますね。ない。あ、そうですか、そうですか。はは、逆に攻め込まれた部分もありますけどもね、さほど気にする部分は何もなかったですね。そうですか。それから高松以降、狂乱ファイトが続いているそうですね。そうですね、かなり荒っぽくなってますね。椅子を振り上げたりですとか、あるいは噛みつき、控え室乱入、こういうニュースが入っております。前回の高松ではあまりこのダーティーなことはやらなかったハンセンゴディですが、今度やってきたらこれまた分かりませんね。ああいう部分を見せられると逆にですね、ジャンプをやってくるときは非常にやっぱ作戦が立てにくくなるわけですよね。そうですか。さあ、ちょっとこの前哨戦と言えるんですが、飼育アリ、テリー・ゴディチームにも手間取っています。竹内さん、本当でしたら前哨戦テリー・ゴディをやっつけてもらいたいんですよね。少しでもダメージを負わせてやりたいんですけどね。今日はかなりやっぱり手こずってますよね。手こずってますね。さあ、その八吉明であります。ちょっと鶴田の連携もうまくいきません。竹内さん、思えば八つという男はインタータックを通してぐん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 成長してきた人間、この世界タックのベルトで存在感を示してもらいたいんですよね。それだけにここでですね、やっぱ最後の男を挙げてほしいんですよね。そうですね、そうです。さあ、ちょっとひるんでいます八つ吉明。さあ、ちょっと動きが止まったか。シーカーレのねじっこい攻めにあっています。ロープのサイドに連れて行かれました。目でちょっとロープで目をこすったか。この辺は老下であります。飼育あり、飼育ありであります。さあ、あった、ここで起死回生か、ここで起死回生か。竹内さん、今度はロードウォリアーズからピン、天竜選手からピン、ハンセンゴディからピン勝ち、これが目標なんですね。それがやっぱり世界タッグリーダーとしてのやっぱり面目ですよね。さあ、鶴田行け、ガーッとダメだ、英語打てない。さあ、キックはどうだ。ジャンボラリアットも打てない。今日鶴田技出せませんよ。鶴田なんかその不発に終わってますね。いつもですと序盤戦にパーンとジャンピングリングが決まるんですよね。両方にやっぱりいい形で決まるんですけどね。おっと、これは高松で見せたコブラツイストだ。この辺から、この辺からペースをつかむか。ハンセンではなく今日はテリーゴディが相手だ。ハンセンの腰を破壊して、そしてこのゴディの腰も破壊することができるかどうか。熱むしいです。なかなかのゴディとシーカーリーコンビネーション、いいコンビですね。あっと、日本で研究を重ねたテリーゴディ、これは日本マットで研究したサソリ固め、よく研究しています。赤いコーナーで出す、これは鶴田康のコーナー、度胸ありますね、乗ってる証拠ですね。全く動じてませんね。普通こんな場所ではかけませんよ。安の足が飛んでまいります。当然やっぱ引きずって自分のコーナー近くでかけるはずなんですけどもね、そうなんですよね、全く動じませんね。五輪コンビは、おっとバックドロップか、バックドロップか。ロードウォリアーズ戦武道館で見せた青エルボーです。鶴田押しと引き、あるいは新連携、あるいはフォーク一人を攻めた連携、長期戦に持ち込んだスタミナ一つも出てないような気がするんですよね。今日は出てませんね。さあ、この辺からいってほしい。さあ、エンジン全開だ、いけ、オリンピックコンビダブルの2パット、ダブルの2パット、これだよこれ。さあ、あとそのままゴディを抑え込んだが、これはまだちょっと早い、これはまだちょっと早い。さあ、鶴田なんか球で追っているぞ。おっと、ダブルのドロップキック、ちょっと呼吸が乱れたか。竹さん、どうです。ちょっとジャンボが遅れましたね。あ、そうですか。これもちょっと乱れているか。さあ、こうなると大技を期待したいが、おっとおっと、ジャンプラネットいきそうだ、いや、あっと、フライングボディスタースドロップ、そのまま落とした。ご存知鶴田の18番、あっと、そのまま抑え込んでカウント3、安のカットも見事テリゴディを抑えました。一瞬の勝負。いやー、竹内さん、思いのほか手こずったと言っていいでしょうね。ちょっと綱渡りの勝利でしたね。第一戦結果が不本意で、しかし内容はまずまずということだったんですが、あの試合と比べてどうですか、高松大会と比べて。やっぱりですね、高松大会は後半ぐっと盛り返しましたけどね、今日も勝ったことは勝ったんですけどもね、はい、やっぱりゴディの良さとですね、外人のチームワークの良さが目立った高松になってしまいましたね。最後に、それではこの高崎函館2連戦ちょっと待ってください。
そらくですね 3.5 でこれ尻物食いで2戦目に勝負をかけてくるでしょうからね、2戦目を制覇したものがそのまま3戦目にですね勝利をつながるような気がしますね。なるほど、見どころたくさんになってまいりました。メーベット9分37秒ジャンボ鶴田チームがシーカーリテリーゴディチームを破った一戦でございました。後楽園大会いかがでしたでしょうか。来週は金沢大会です。ジャンボ鶴田和島対天竜原、ハンセンバーグ対タイガー高木、淵田稲葉の世界ジュニア選手権、ヤステンタ対ロディアリの試合を中心にお送りします。竹内さんどうもありがとうございました。どうもプレスの皆様さようなら。全日本プロレス88サマーアクションシリーズ日程です。7月29日高崎、30日岩手、31日函館はグレート小塚引退記念試合です。続いて88サマーアクションシリーズ2日程です。8月20日後楽園ホールにて開幕、25日埼玉、29日ブルーザーブロディメモリアルイン日本武道館、30日大阪、9月1日鳥取、4日福井、6日高岡、9日千葉です。次週はご覧のカードをお送りします。お楽しみに。